現在日本でですね皆さんが使っているエネルギーそのほとんどは海外からの輸入に頼っています皆さんが今使っている電気はですねほとんど海外から石油とか石炭で運ばれてきたものを元に作っていますでこれがですね皆さんの例えば家とか皆さんの家の屋根とかから使えたら素晴らしいと思いませんかでそれを可能にするのが太陽電池ですで太陽電池っていうのはですね太陽光太陽の光ですねそのエネルギーを直接て 電気に変えることができます電気エネルギーにすれば皆さんはテレビが見れるラジオが聞けるお風呂に入れるさまざま使うことができますで現在一般的に使われているのはシリコンの太陽電池というもので、まあ、皆さんよく屋根とかですね乗っているのを見ると思うんですけれどもこのシリコンの太陽電池は大体ですね変換効率太陽のエネルギーの20%しか電気に変えることができませんでそこでですね特殊なガリウム湿素 という材料を使うことによって超高効率の太陽電池が今、えー、完成しましたでこの太陽電池を使うことによってこれまでの変換効率2倍の効率を得ることができておりますただ効率は2倍なんですけれども非常にですねこれ高いんですね効率は2倍でもコストが50倍から100倍しますそんなの皆さん家につけれますかなかなか難しいですよねで それをですね皆さんが使ってもらえるように安くしたいというふうにして考えて今研究開発されているのが就光型太陽電池というものになりますでこの就光型太陽電池っていうのはですね安いプラスチックのレンズで光をグッと集めて小さな太陽電池に照射するそういうシステムですそれによって太陽電池の面積を大体今ですね1分の1程度に少なくすることができていますでこうやって 高効率な太陽電池を作ることができました次の課題は蓄電です。太陽電池で高効率には発電しますけれどもこれはですね昼間日射ですねお日様が出ている時にしか太陽電池では電気を出しません。ただ皆さんは夜もテレビ見ますよね夜も生活しますそしたら電気が必ず夜も必要なんですね。そのためにはやはやりり蓄電すする必要があります で皆さん中学高校でやったような水の電気分解をすることによってですね太陽光発電の電気で水素を作ることができます。でその水素を燃料電池という装置に入れることによっていつでも電気を得ることができます。でこの太陽光エネルギーから水素エネルギーを作る効率で今世界最高効率は24.4%です。屋外でですね。でそれを我々が持ってます。で非常に楽しい研究で これまで輸入するしかなかったエネルギーを皆さんの家で作る、皆さんの庭で作る、そしてそれを水素にして蓄える、エネルギーと水だけで生けると、これまで,ですねサウジアラビアとかそういうところから持ってきたエネルギーですけれども、これから皆さんのですべての土地をですね油田にするようなそういう研究に我々やってます、ぜひ皆さんもですね興味を持っていただきたいと思います。